この黄金色に輝くテーコーの照り。どうも、リュウシのお兄さん、リュウシです。今回ですね、推しリーズでございます。前にも一回やってあるんですけども、ちょっと推しが足んなかったなと思いまして、今回はね、至高の手羽先でございます。やっぱね、手羽先でしょう。お酒飲む時にはやっぱ手羽先ですよ。千葉とかね、よくね、手羽先専門店とか結構いっぱいあるんですよ。でもそこよりも断然うまい手羽先を僕作れるんで、あ、言っちゃった、また炎上してしまう。ということでですね、今回はそんじょそこらのお店で食べるよりも100倍美味しい至高の手羽先、これをねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきます。はい、こちらです。手羽先、手羽先5本です。以上。じゃあですね、至高の手羽先を作る上で何が重要か分かりますか、皆さん。手羽先っていうのは、僕はご飯のおかずではないと思ってるんですね。やっぱり酒かなと。まあ、そのまま食べても美味しいですよ。手羽先を食べるときはやっぱり酒を片手にやりたいと。やっぱりでも一番最初に食べるもんじゃないですか。やっぱり突き出しがあって、前半戦終了間際ぐらいの手羽先が僕は一番いいと思ってます。なのでですね、前半戦終了間際までコンディションを持っていかなきゃいけないと思いますので、今回はいい気持ちで食べたい手羽先、そしてそのいい気持ちになるためにやっぱこれだと思います。いい気持ちになっていかなきゃいけない。ういー、いただきます。すいません皆さん、うまっ。合わせたい、合わせていきたい至高の手羽先と。じゃあやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、手羽先の下ごしらえからいきたいと思います。あの、名古屋風とかだとね、ここで取っちゃったりするんですけども、ここも美味しいので今回取りません。で、このまま揚げてもまあできなくはないんですけども、皮の部分と身の部分の間がちょっと袋状になってるんですよ。だからですね、このまま揚げるとここがぷくっと膨れてね、破裂してしまう可能性があるんです、実はね。だから、あの、僕的な下処理なんですけど、ここで3本ぐらいね、ちょっと切れ目入れてあげます。これで、あとここもちょっと切れ目入れてあげると、あの、なおいいですね、はい、これでもう下処理、火の通りも良くなります。で、ここピッと上げて、ピッピッピッと。で、ここをちょっとピッと、ね、これをやっていただくと、あの、非常に食べやすくなるし、この、破裂の危険性がなくなりますんでね。ピッピッピッ。で、ここをちょっと切ってあげる、はい、これでございます。はい、これでもうね、下処理中。で、ここで振るのがね、味塩コショウです。味塩コショウっていうのは、これ塩コショウの中に味の素がね、入ってるね、ものがあります。はい、僕の大好きで、これね、意外とね、知らない人が多いんですよね。塩振ってください。はい、これちょっとね、馴染ませておきましょうか。そしたらね、で、こっからね、タレを作ってます。じゃあですね、タレを作っていきます。このね、タレがうまいんですよ。まずね、醤油大さじ3杯、これね、5本用なんで、もっとあげたい方は倍量とか作ってもいいですのでね、はい、こっからの、みりん、ホンミリン僕使ってますけども、別にみりん風調味料でもいいです。みりん風調味料とみりん、ホンミリンの違いは、まあ、アルコールの有無とかね、まあ、いろいろあるんですけども。そしてお酒です。お酒ね、僕はね、料理酒はね、清酒を買ってるんで、清酒にしようと。あの、料理酒と、清酒の違いっていうのは塩分の差なんですよ。そしてからのシュガー大さじ1と半分、シュガーはね、こんな感じ。そしてですね、味の素なんですけども、2振りぐらい入れてください。これで、味の素を入れることによって醤油の角を取ります。砂糖はすぐ溶けますんでね、これ煮詰めていく。これはね、揚げてる時とかじゃなくて最初にやっておいた方がいいです。で、ちょっとね、どれぐらい煮詰めたらいいかだけあんまり分かんないと思うんで、とろみが出てきたら一旦火を止めます。で、どうで
ですかね、これね。もうちょい煮詰めてもいいかな。ちゃんとね、この粘土を確認するときは火を止めてください。このシュワシュワな状態なので粘土がわからないんでね、煮詰まるのは一瞬なので、ちょっとね、小刻みにやってください。これはあんまりやりすぎるとタレが煮詰まりすぎてしょっぱくなってしまうんでね。あ、いいですね、これです。このちょっとこうとろみがあるの、わかりますかね。これぐらい、これがこの粘土。じゃあもうタレはできましたので、これはちょっと置いておきましょう。はい、じゃあ次はね、普通にフライパンを出しましたので、手羽先って言ってもそんなにいっぱい油いらないです。鍋底から1センチぐらい、これぐらいにしましょう。で、片栗粉ね、こうやってね、ちょっとね、しっかりつけます。しっかりしっかりつけたら揚げていきます。これはこんな感じ、はい、こんな感じですかね。ここら辺だったら入んじゃねえかな、はい、ね。あ、入るじゃない、ほらこれどうですか、どうや。返しながら揚げていくと、まあ、皆さんはもうちょい広い広いスペースで揚げた方がいいと、なんか慣れてる、これぐらいで、まあ、一応揚げられます。こんな感じでございます。カリッとやるのが好きなんで、あ、ほらどうですか、この揚がり、揚がりですよこれ。どうや、グーですか、この黄金色に輝く、これサムネでよくね、これ。ではですね、皆さん、めちゃめちゃうまそうに揚がってるの分かりますか、これ。おいしそうですね。これを揚げていきます。あ、裏側ね、ちょっと見ておくか、裏側、ほら、こんな感じでいい芝生色になってますよ、皆さん。こんな感じでございます。で、さっきのタレなんですけど、冷えてね、ちょっと飴みたいに固まっちゃったんで、ちょっとね、水入れます。少しね、水を入れて伸ばす。そしてちょっとね、このままだと冷たすぎるので、ちょっと温めるとまたね、このタレが、ね、息を吹き返すので、ね、でちょっとシュワッといってきたらもう火に止めていいん でここでこの手羽先が絡めます。絡めてください。ほら、どうよ、絶対美味しいでしょこれ。ほらほらほら、どう。そしてここにちゃんとこうくぐらしてね、5本分ぐらいもう完全にいけるタレになってますので、はい、できましたね。さらに持ってちょっとね、タレも少しかけて、で最後にごまと、ごまもね、ひねりながらね、かけてください。香りが良くなるんだからね。で、最後にこのフォアロペーズ、これ8つほどかけてください。これがうまいんで、なければ粉胡椒でもいいんですけど、これです。はい、はい、ということで、こちらで至高の手羽先完成。それでは出来上がったので、いただきます。いや、これとチタがいただけるなんてね。これね、まあ、食べ方、僕の食べ方ですよ。僕の食べ方はね、ここね、最初折っちゃうんですよ。ここ分けちゃうんですね。で、この、ね、ソロプレイヤーあ俺ほんとこれ一番うまいと思うわ。手が油で汚れてる時に飲むハイボール、このソロプリ染みたるわこれで。ね、こっちが一番肉ついてるんですよ。フリコショウかけたこの肉、これですよ。
これを根元まで加え込んで、うんうん、いやこれね、手羽先はねこうやっていく、一番うめえのよ。ホワイトペッパーはね、さっきねちょっとね、ちょっと加減した、もっとかけていい。でこの部分ね、ここ落としてる店とかもあるんですけども、この部分先っぽ一番うめえのよ。軟骨も関係ない、全部くる。ここが一番細いから一番味つくんですよ。一本ごとに1ハイボール醤油入れます。これコストパフォーマンス最高。これはやるしかない。食べちゃうっす。あら、乾杯。乾杯。あービールかも、これは。いただきます。うまっ。いや、これは、まあ、ビールなくなるわ、1本で。ご家庭にある調味料だけでここまで。さすが料理研究家。いや、ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。もう最強。さよ。最強の料理研究家。さよ。ごちそうさまです。すいません。これね、皆さんね、本当に美味しい、この手羽先。絶対ね、このホワイトペッパーたっぷりかけて、ぜひ、手をがっつり汚して。がっつり。ビール飲んでください。やべえ、チタ飲んじゃ、家にチタあるってやばくね？セレブじゃねえもん。